午後2時前です。総務省の職員2人が事故を起こしたのとは別の運航会社に聞き取りに入りました知床の観光船運航会社に調査に入った北海道総合通信局の職員たち目的は無線の使用状況についての確認です事故を起こした観光船「カズワンの運航会社知床遊覧船 電波法で緊急時を除いて業務に使うことは禁じられているアマチュア無線を日常的に使っていたことが見逃されてきました事故を受けて次々と露呈したのがチェック体制の甘さです北海道総合通信局は知床の観光船会社に無線の使用状況などについて任意での聞き取り調査を開始今日の調査では問題点は見つからなかったということですが 明日は通信設備の不備が指摘されていた知床遊覧船の調査を行います実際に現物があればです、ね、そちらの方あの確認させていただいてです、ね、でまあ、あの免許の有無っていうところもありますし、えーまあ、その使い方の部分ですね、そういったところを詳しくお話をお伺いできればと思っております。 またもう一つの通信手段、携帯電話、国土交通省ではこれまで、航路がエリア外でもつながるとの申告があれば認めることもありましたが、今後は認めずに、他の確実な通信手段への変更を求めることに強化されままししたたなぜ事事故故は起きののののかかそそてどのように事故を防ぐのか今日その検討も始まりました。 国土交通省は午後3時から初めての事故対策検討委員会を開きました委員は大学教授や弁護士などのほか地元の事情に通じた人として知床で観光船を運航する会社の社長など14人で構成今月は週に1回のペースで開催されます今回ののようななな悲惨な事故を二度と起こさないための 実効性のある安全対策のあり方について、それぞれのご専門の立場から忌憚のないご意見を賜れればと思います。午前十一時半です。捜索を終え民間の観光船が戻ってきました。懸命の捜索が連日続いていますが、今日も新たな手がかりは見つかっていません。この事故では十四人が死亡、未だ十二人が行方不明のままです。 悲惨な事故を二度と起こさないためにはどうするべきなのかその対策が少しずつ始まっています。